自分たちはチャレンジャーなんで、休みすぎてみたいな送っちゃったもう全力でやるだけだと思います。
一言明日に向けて意気込みをお願いします。絶対に勝ちます。勘違い。撮ってたから大丈夫だ。チームで連勝っていうのは今年ないので、まあ、自分が点取っても取らなくても、まあ、チームに貢献できるように必死に走って、絶対勝ち点3取りたいと思います。じゃあ最後に一言お願いします。暑いですけどみんなで走り切って勝ち点3取りましょう。お願いします。やるやつが結局やってくれるか最後に、最近調子悪くて久しぶりに調子上がってきたので頑張ります。そう、まあ、今までチャンスをずっと準備して待ってきたんでそれを発揮する頑張りましょう。はい、頑張ります。これがもちろんこういう風に下がり出してくるとこれを直樹もしくは龍のところで管理してちょっと隠させるようにしてこいつ浮かしてもいいし、じゃあ横が戻れたらカバーリングを多分できると思う。これを頑張ってみんながイエムで学んだことを、お前の3対2で勝ったところ、そうやってつながりがあるゲームができてるから、見に来てくれてる人たちに対しても、しっかり自分たちっていうのを貢献できる。応援してくれてる人たちに対して、自分たちのプレーを見せれる。今日もいいゲームして終わりましょう。OK、よし、始めましょう。終わったから。
せー。最初のスタートのところ、少しそこだけ相手の方から積みながら、ただあのオーガナイズどうこうっていうよりかは、もう本当にこのラスト5つしかない中で何を出せるかな。あの前も言ったけど、もういいよ、分かれた。分かれた。どっか空いてるから。すごいでしょ。納得いたしでも、試合勝つ日を必要あると思うんで、しっかり今日の試合勝って前期いい形で終えましょう。よし、いざ。Thank you.
かったですか、お疲れ。お疲れ様です。よし、今日もナイツだ。ケンカなくなっちゃい。ええー、その。徹底してるっす。手やで。頼むで、ゴールボーイでした。Thank you.